皆さんこんにちは、フォトシンです。本日の動画になるんですが、題名にもある通りですね、実はね、今年の2019年の秋にですね、ルミナ4というねものがリリースされます。なので今ルミナ3を使っている既存のユーザーさんっていうのはルミナ4にアップデートできますよっていうようなお話になります。この情報ってね、多分まだ知らない人多いんじゃないかなと思ってて、すでにねもう公開はされてたんですけど、僕もすでにもうブログで、更新して書いてるんですけれども、ぜひね概要欄に、リンク貼っておきますので、そちらをね見ていただければ一目瞭然なんですけれども、ちょっとまだね知らないよっていう人もねいると思うので、今回はねそちらのお話をしていこうと思います。で、このルミナ4って何なのかといったところなんですが、インターネットで普通にルミナ4って調べてもらうと、スカイラムのページにね、飛んで出てくるとは思うんですけれども、今回のルミナ4から新しい機能が追加されるということが、言われています。で、そのメインの機能としては、人工知能を使ったスカイリプレイスメントっていうね、空を入れ替える、そういった機能がですね、今回から追加されるっていったような形になります。でスカイリプレイスメントっていうのはね、実は前回ね、僕もすでに動画を作っていて、アナログでね、手動でこうやるやり方っていうのをですね、ルミナでやるやり方を公開しているので、ぜひね、こちらにリンク貼っておきますので、そちらをご覧いただければと思います。で、その動画をね、公開した間もなくだったんですよね。その後にね、実はこの情報が出回って、スカイリプレイスメントの、この人工知能を使ったスカイリプレイスメントができる、そしてルミナ4が、登場しますみたいな話がね出てきたんで、僕も全然知らなかったんですけど、たまたまっていう感じなんですけれども、今回ですねその機能が追加されるというような感じになります。で、このスカイリプレイスメントなんだよって話なんですが、英語で言うと単純にねスカイ、空とリプレイスメントっていうのは入れ替えとかね、そういった意味なんですけれども、人工知能がですね空を認識してくれて検知して、その空の部分を別の空に入れ替えるっていうのが今回のスカイリプレイスメントの機能になります。で、実際にこれをやるっていう方法がね、フォトショップとか、このルミナで使ったやり方とかね、いろいろあるんですけれども、レイヤーを使ったりだとかですねしてやるんですが、結構ね面倒くさかったりするんですよね。で、入れ替えたとしても一番問題になるのはそのエッジの部分ですね。空とその被写体の、例えば山とかビルとかもそうなんですけど、そのエッジの部分の境界線の処理っていうのが結構めんどくさかったりするんですよね。別に慣れればなんてことはないんですけれども、そこの問題点がね結構あったんですけれども、今回のスカイラムのこのルミナ4の、スカリプレイスメントっていうものはですね、そういったエッジの部分の処理も自動的にしてくれるといったような優れたものになっています。こちらにねトレーラーが出てるので、それを見ていただくとね、なんとなくイメージは湧くかなと思いますけれども、そういったね、今までにない、ことができるよっていうのがこの新しい、ルミナ4になります。で、その他にもね、もろもろ、機能はね、あると、良くなってる部分っていうのはね、あると思うんですけれども、今のところ公開されてるのはね、そのスカイリプレイスメントになります。はい。で、ここからがね、ちょっと重要になるんですけれども、関係ない料金についてなんですね。ここにかかるコストについて、ちょっと話をしていこうと思います。で、僕みたいにもうすでに使ってるユーザーと、あとはこれから使い始める方の、用でね、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まずね、このホームページ見てもらうと、こんな感じで、写真の空を即座に修正っていう感じで出てくるんですね。こうやって下の方に行くと、このスカイリプレイスメントの、機能についてね、ちょっと説明があるんですけれども、こんな感じですね。こんな感じ。こうやって自分で好きな空に変えちゃうことができるっていう、これがね、スカイリプレイスメントなんですけど、この一番下の方に行ってもらうと、ここですね。ルミナ4がリリースされる際に通知受け取りというところなので、リリースされるときにね、連絡が欲しいよっていう方は、ここにアドレスを入れていただくような感じになります。で、その下にですね、こちら、もうね、先行予約っていうところがあるんですね。ルミナ4を特別価格で入手しましょう。特別価格での先行予約っていうのがあるので、ちょっとここをクリックしてみましょう。はいはい。で、出てくるのがこちらですね。期間限定オファーって書いてあって、ここに2つの、ものがねちょっと出てくるんですけれども、これはですね、まだこれからルミナを買おうと思っている方用の、購入のところになります。
で、まあ、ちょっと見てもらうと左側がルミナー4早期申し込みということで、まあ、あのルミナー4が出てから買いますよっていうところですね。っていうのでここに出ています。ルミナー4とインスピレーションルックスっていうのはプリセットと呼ばれるものになります。で、まあ、これだと、まあ、こちらの、ね、価格っていうことなんですけれども、その右側ですね、これが、今からね、もうこのルミナーを使いたいよ、でその後にルミナー4を、ゆくゆくは使いたいっていう方ですね、にはこちらになります。なのでこっちの左側のルミナー4ってと、あとインスピレーションルックスっていうのはルミナー4が出るまではまだ使わないっていうことですね。でこの右側はそのルミナー4が出るまではルミナー3を使って、まあ、使用していきたいという方用のものになります。で、まあ、こちらのね、このものに関して、このルミナ3と4をどちらも買うっていったところに関してはですね、僕の、まあ、クーポンコードがあるので、フォトシンと入れてもらうと、まあ、その価格からね、1000円ほど割引っていうふうになるので、まあ、これからルミナをね、始めようと思ってて、ルミナ3も使いたい、ルミナ4も使いたい、スカイリプレイスメントも使いたいっていうふうになればですね、こちらの方から購入をしていくっていう感じになります。続いてね、この下にあるんですけれども、すでに以前のバージョンのルミナをお持ちですか、今すぐアップグレードっていうふうに書いてあるとこ、ここがね、重要になるんですよね。ここをちょっとクリックしてもらうと、こんな感じですね。で、こんな感じのページが開かれます。で、まあ、これを見てね、まず第一にね、まあ、わかることっていうのは、我々使ってるユーザーでも、今回のアップデートに関してはお金を払わなければならないよといったところになります。でまあ、これまでルミナ2018から3にあたっては、のアップグレードにあたっては無料だったんですけど、今回はちょっと料金が発生しますよといったところになります。これ自体はね、ちょっと僕自身もどういう理由なのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、今回は料金が発生しますよといったところになります。で、まあ、その料金が発生するんだけれども、今回こちらね、見てもらうと、まあ、その価格はこちらになりますと。今、早期に、まあ、インストールじゃなくて、購入をする、予約をすると、この、こちらじゃなくて、こっちの左側の価格で購入できますよ、といったような形になります。で、もうすでにね、ルミナを使ってる方なので、それを購入した時にね、まあ、使ったアドレスをこちらに入れて確認します。そして、先行予約といったところね、クリックすると購入画面に行くので、そうすると、その秋にですね、リリースされた時に、そのルミナ4ってものが使うようになり、そのアクティベーションコードもちゃんとその時にですね、これを購入後にもらうことができるので、まあ、こちらから先行予約をする形になります。なんかね、この先行予約は、ちょっと人数制限があるっていう話なので、早めにやった方がいいよということなのでね、僕自身もちょっともう早めにやっておきました。という感じでね、今説明した通りに、これから購入する方、これから使い始める方と、一番大事なのは我々使ってるユーザーも、お金が発生しますよといったところをね、今回はね、ちょっとお伝えしておかなければならないなと思ってね、動画を作りました。なので、まあ、どういった機能なのかっていうのはね、僕自身もまだ把握できてないし、情報も出てないしっていう感じなんですが、多分、ルミナ3とかね、のアルバム機能がついて普通のフィルターがあってで、まあ、スカイリプレイスメントがあってそこに何かしらの改善があると、まあ、スピードがちょっと速くなってとかっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、そんな感じかなと思います。でそれ以降にねルミナ4になった後もちょこちょこと細かいアップデートがあると思うんですけれどもそういったものに関しては多分お金は発生しないんじゃないかなって個人的にはね思っているので例えば今度5になる時にお金が発生する6になる時にお金が発生するような感じになるのかなっては思っていますが分かりませんがなのでまあその辺だけねちょっと注意していただければと思います。でまあそういったものも含めてね下の概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひねこのルミナ4の ところをね確認していただければと思います。で、ちょっとね、こちらにね、ずらずらっと並んでるものがあるんですが、まあ僕のね、チャンネル見てらっしゃる方っていうのは、きっとルミナー使ってる方もね、多いと思うんですけれども、まあ、僕自身もね、見てもらってる皆さんにすごい感謝の気持ちがあるので、こんなにね、大きくチャンネルになるとも思ってもいなかったし、自分がね、好きなことを発信してて、まあこうやって見てもらう方が増えてきたっていうのは本当に嬉しいなと思って、まあ今回ね、そういった皆様にもね、感謝の気持ちも込めて、今回ね、こちらの製品をね、皆様に、ギブアウェイというかね、まあフリーでプレゼントしようかなというふうに思ってます。
あんまりこうプレゼント企画とかね、どんどんやるのはね、あんまり好きじゃないんですけれども、今回はね、まあ、そういったスカイラムさんからもね、まあ、ちょっといただいたので、今回皆さんにプレゼントしようかと思います。で、何があるかっていうと、こちらにね、ある帽子なんですけども、これね、フリーサイズなんで、そんなにサイズはね、小さくないし、大きくもなるし、僕頭でかいんで、基本的に。でも、全然問題なく入るので、で、頭ちっちゃい人もね、全然問題ないと思います。これをね、ここで調節できるので、はい。で、あとはですね、こちら、ルミナ3の、まあ、フリーの、まあ、クーポンコードじゃなくて、アクティベーションコードが入った、チケット、無料チケットになります。チケットっていうか、カードね。なので、ルミナ3を使うにあたって、ここをこすってもらって、アクティベーションコードを入れていただければ、使えるよっていったものになるので、これからルミナを使いたいと思う方はね、こちらをプレゼントしようかと思います。ちょっとね、プレゼントの、その、まあ、参加の方法、応募の方法についてはまたちょっと後ほど説明します。はい。っていう感じで、ちょっとね、この以上4点か、1、2、3の4点ですね。こちらの4点をちょっとプレゼントしようと思うんですけれども、概要欄にね、メールアドレスを貼っておきますので、そちらにね、まあ、応募していただければと思います。で、このメールに関してなんですけれども、まあ、今回のフリーギブアウェイに特化したメールアドレスになるので、それ以外の、ね、内容に関するコメントっていうのはですね、特にお答えすることができませんので、その点はご了承ください。ということでね、4名の方ですね、ぜひ、こちらのねギブアウェイ、手に入れていただきたいと思いますので、どしどしとね、下の概要欄のメールのところから、メッセージをいただければと思います。それで、期間を設けていますね。今日は8月の11日なので2週間ほどですね。8月の25日にまでに、まあ、締め切って、そこから抽選で選んで、9月の上旬までには、皆様のところに当選者にお送りしたいと思いますので、うん、ぜひ皆さんふるってご応募くださいという感じですね。本当にね、この帽子なんか被ってるとね、車欲が上がるので、僕自身も時々違う帽子被ったりしますけど、でもね、いいです。写真撮るときとか、風景写真撮りに行くときはもうこれみたいな感じでやると、撮影のね、意欲が上がったりしますので、ぜひこちらの方手に入れてくださいという感じで、今回ね、ルミナ4のアップグレードというかね、まあ、新しい機能と、まあ、あと購入についての注意点ということと、あとはそれに合わせてね、ちょっとギブアウェイのお知らせということで、お話をさせていただきました。はい、という感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。また。